はい、日本語の学者の吉田です。はい、今日はですね、少し塩田剛造とケネディ大統領のボディーガードの真似事、コツっていうのをちょっとやってみますね。タイミングとして、タイミングという形としては分かって、もちろん相手はすごくでかい人でしたけども、体重の乗せ方っていうのはね、一番大切なポイントはいつも言ってる、ここを膨らますね、腰腹同等の圧をかける。それと、皆さんなりがちなのが、ここをへこます。つまりかぶる。肩をこう猫背のようにしてかぶって、ここにこう力を入れる。これだと絶対耐えられます。こうやってやってると逆に自分の首肩を締め付けられて痛いです。そうじゃなくて逆です。叩くのと同じで、叩くとか相手をつけるんでも必ずここを吊り上げる。つまり肩甲骨を腰の方に向かって下げるっていうのが基本になります。これも同じ。これまず姿勢をちゃんと作って、気持ち的に相手をこう膨らました腰に吊り上げるって。吊り上げて、その状態で胸を落とすっていうのかな。ここをポンと重心を下げるって胸を落とす。それをこう腕に乗っけていく。この自分のこの胸の落としを瞬間的に、これそんなに腕でグッと力入れたらもうこれでダメです。相手反応するから、そしてこれで耐えちゃう。こうじゃなくて、胸を落とすのを体重ここにかけていくってやりますね。この状態でスッと胸張って、あとは胸を落とすのと同時にそれを腕に乗っけていきます。じゃあこれでも手離れたくてもこう離れない状態、落とした後もこの状態になりますね。あともう一個、これは相手の軸へのアプローチする練習になるんですけども、この状態ね、練習するときにも自分はこう足閉じる方、耐える方は足広げても同じしてもいいからね。そしてここから相手に向かって、要はこの状態で力でグッとこれをつけるんじゃなくて、今と同じ、今はこういうふうに落として潰したけども、今度はこれは同じです。作り方も同じ、姿勢の作り方も同じ。重心をつってた相手を腹の上に乗っけるようなイメージ。それでここでこれを相手の喉の下に向かって、要は大切なのはこの腕を相手にするんじゃなくて、あくまでも相手の軸、軸をただ崩すようなつもりで、そのままスッとする。力は本当にここに加わったらそれ嘘、ダメと。力はいらないで、簡単にね。で、耐えるようにしてこうやってやっても、結局どんなに腰とか腕力あっても、ここから崩れちゃうんだよ。何も頑張って力入れてもね。こういうふうにして同じくスッと構える。同じく相手スッと。力は全くいらないんでね。それをちょっと練習すると、立った時とか、いどりでもそうですけど、こう一本取りとかね、流しでも全部アプローチ、軸にアプローチする。自分の軸で相手の軸にアプローチして崩していくということが大切になります。はい、次ですね、背中ね、作り方って言って、本にも書いてあるんですけども、4つの軸って書いて、本書いてますね。それまず1つの軸、これね、これは体幹の下地、こっち膨らまして、腹とここ膨らまして、ここへこます。これが一番最初の絞り、体幹の絞りってですね。で、2本目、ここで使うのはこの2本だけでいいです。あと3本かな。これ肩甲骨を開くっていうね、開いて下げる、これが2本目の横の軸になります。そして叩いたり押っつけたり支えたりするっていうのが第3の軸で、今度は第2は股関節法なんだけど、これ関係ないっていうわけ。今は3本まで、腰から叩くときもこう腰で叩くっていうね、これが腰からの力をこういうふうに伝えると、横を反るこの力、そのためにはこの肩甲骨を下がってない、肩甲骨の下に膨らんだ腰に肩甲骨が開いた状態で下がってないと、ここがつながらないんですよ。だからこれを第3の軸って本人を書いて説明してます。つながると意外と例えばここに
ロフトになってて、こう両方で片手でね、相手体重かけてきて、で、はい、そしてこれはあのこうやってやるともちろんこっち有利なんでね、90度ぐらい曲げたまま、そしてきちっと背中、今言ったように作ります。するとここそんなに力いらないです。はい、こんな感じね、そんなに力で支えてないんだけども、こう支えてられるよと、そういう背中ができるよと、そのこっち側は力入れてないけど背中で力入れてるというか作られてると、その動作で背中が主体になって腕はそれにとって支えられて強いものになるっていう、そういうふうになりますので、背中まず大事に作るということ。そして次にちょっとカメラこっちに作る、例えばこっちの方見やすいのかな、こっちにくい、おつけなこっちからだ、うん、この状態でね、腕立ち腕相撲みたいので、こう例えば立ち腕相撲でもそうなんだけども、この状態で力入れてみて、どうぞ力入れる、そして下半身からの力をね、私の方が例えばこうやって姿勢作ってスッて入れる、そしたらはい、そしたら簡単にね、こっち下半身の力を使ってやるから、そのままスッと簡単に動くんですね、何回まっすぐ簡単にね、スッと動いていく。あとこれがそっちからこうつけて、この状態の方が見やすいかな、このぐらいか、これでまあ両手ちょっとやってるかな、ここで背中をスッと作って重心を落として、そしてずっと落として、はい、よいしょ、こういうふうに支えれるっていう背中 でこれを思いっきりグーッとやってる方は何もやってない状態、ただ背中だけはきちっと作ってる、そういう力がね、腕力じゃなくて、もう私も年だからそんな力出ないんでね、ただ背中の力だけはついてきてるんで、まあ、そういう支えができるようになりますよということです。ですからその1本の軸、2本目の軸、3本目の軸、それで動くということを稽古してください。また何か質問とかね、この場合どうしたらいいんだとか、そういう質問があればコメント欄に書いてもらえれば、できるだけ答えるようにしますので、よろしくお願いします。